セレノア一行はホワイトホルム城と王都を結ぶ大橋の上でタラース、エリカ率いるエスフロスト軍とぶつかり合い、これを撃破。魔力結晶エルフリックによって大橋を崩壊させ、ホワイトホルム城を孤立させることに成功した。オートにはエグスアム率いるハイサンド軍が侵攻。民を保護しながら分断されたエスフロスト守備部隊の制圧を開始する。全てはウォルフォート家の作戦の通り。あとは籠城するアブローラと交渉し解錠させるのみである。アブローラ将軍がコーデリア様を連れて逃げただと。はい、城の港から軍船で脱出するのをこの目で見ました。周囲の川はカンセル殿が封鎖していたはずだろう。それが一部の船が包囲に手間取っていて、その隙を突破されました。船の扱いにはエスフロストに一日の長がある。今回の策、唯一の弱点を突かれたか。しかしここまで素早く撤退を決断するとは、敵ながら見事だな。感心している場合ではない。我らも軍船で追うぞ。お待ちください。我々の目的はグリンブルクの奪還です。敵が逃げたのならご都合、ホワイトホルム城の制圧を急ぎましょう。コーデリアを見捨てろというのか。そうは言いません。しかし物事には順序があります。ならば俺だけでも行く。いけません。あなたがいなければこの戦いの大義が失われる。妹がさらわれたんだ。それにアブローラは家族の仇だ。こらえてください、ロラン様。それでは俺は行くぞ。止めてくれるな。我々も追いましょう。鉄の装甲を持つエスフロストの軍船は戦速が遅い。今なら追いつけます。フレデリカ。ありません、早計です。コーデリア様もグスタドルフの被害者です。助けなければ。後悔したくないのです。ベネディクト、ロラン様はこの戦の大義だ。戦が終わった後、王女を見捨てたと見られては、ロラン様への信頼が失われ、大義も揺らぐ。それはコーデリア様をお救いしよう。我らの大義のためにも。友よ、感謝する。若は頼もしく成長されたな、ベネディクト。当初のお考えに従おう。ああ。コーデリアを返してもらう。追いつかれたか。応戦の準備を。バカ、滑車を使えば敵の船に乗り込めます。ただし一度に渡れるのは一人ずつです。孤立するよう気をつければなりません。しかも高低差があるため滑車は一方通行。渡ったが際、こちらの船には戻れません。分かった。
必ずコーデリア様を救い出すのだ。みんな頼むぞ。ここは水上、彼らに逃げ場はない。滑車で敵船に乗り込み、将軍アブローラを撃つぞ。高兵、近づく敵から狙え。我らの船に乗り込ませるな。アブローラ、あがくのはやめろ。ここが貴様の死に場所だ。そうぜ、マクスウェル。そうか、生きていたか。今度こそ確実に息の根を止めてやる。参ります。蹴散らすぞ。俺は負けん。どうしようかしら。負けられない。情けは禁物です。この手で行きましょう。始めようぜ。行くぞ。板づきよ。いや、わしがやろう。こちらの番だ。天空の力を。恐れよ。蹴散らすぞ。仕事の時間です。出番だな。ここだ。制してみせましょう。我が盾を見よ。わしがやろう。貫き任せろ。すべて切る。この槍を受けろ。始めましょう。食らいなさい。
勝利への糸口は。戦況を変えましょう。一丁やるか。もらった、貸せろ。制してみせましょう。負けられない。やってやる。天空の力を。これで全て切る。こちらの番だ。出番かね。押し切れそうです。捕まえ。行くぞ。蹴散らすぞ。ウォルホートの名にかけて。勝利への糸口は。始めようぜ。さてと、行きます。これでどうだ。じゃあ見てろよ。ガナナ、マイ。天空の力を。マイル。さて。苦しみは生きるために。もう一人も生かすな。まだ兵が残っていたのか。アブローラ、コーデリア様を解放せよ。人質に取るような真似は許さん。見くびるな。貴様もコーデリア様を飾りか何かだと思っているのか。私はエスフロスト将軍アブローラ。コーデリア様に仕える剣。ここで負けるわけにはいかんのだ。俺は負けん。もらった。行くわね。ウォルホートの名にかけて。はぁ。皆を導くために。行くぞ。どこへ飛びましょうか。しかし決まった。情けは禁物です。何。蹴散らすぞ。こちらの番だ。それでは。かくなる上は一ついただくぞ。仕事の時間です。カグリさん、始めましょう。すべて切る。行くぞ。どう攻めるか。戦況を変えましょう。名前させてもらおう。
仕留めます。苦にはさせない。この身が果てるその日までやってやる。みんな待ってろ。長生きさせてもらおう。負けられない。さてと行くぞ。天空の力を。すべて切る。行くぞ。行くわね。さて野郎。助けはいるか。どこへ飛びましょうか。狙いを定めて。最善の手を。こうしましょう。若い頃を思い出すの。やるか。負けられない。行くぞ。それでは相手になってやる。俺は負けん。始めましょう。ウォルフォートの名にかけてやるか。さて制してみせましょう。相手になってやる。どう攻めるか。やってやる。天空の力を。出番だな。始めましょう。相手になってやる。行くぞ。羽ばたけ。聞いたろ。どこから攻めるか。始めようぜ。出番かね。情けは禁物です。制してみせましょう。とどめ。
見てろよ。勉強の日やったぜ。天空の力を。出番だな。まだ動けます。いただきます。捕まえ。マイル。畳みかける。今、コーデリア様を奪われるわけにはいかんのだ。来いアブローラ。貴様は俺が撃つ。ひるむな。アブローラ将軍を狙え。敵将を先に撃つのだ。たとえ黒みが滅びようと。始めましょうか。さあ、行こう。勝利への糸口は。一気に移動します。始めようぜ。飛んでけ、はい、まだやれる。やるか。仕留めます。焦る時ではないぞ。待ちにしてやろう。一気に攻め込む。倒すべき敵はアブローラだ。アブローラ、観念しろ。死にたい者からかかってこい、ウォルホート。一気にしてやろう。ほっほっほっ。追い詰められるとは。それでは。落ちろ。やってやる。いるんだよ。出番だな。アタック。痛みが消えたぞ。高ぶるようだ。さーてと。ありがたい。さあ、行こう。今こそ。やるな。どこへ飛びましょうか。今こそ。どう攻めるか。支えなくては。若い頃を思い出す。学ばせていただきました。始めようぜ。助けはいいか。我が盾を見よ。行くぞ。まだ終わりじゃない。心配かけたな。勝つぞ。参ります。焦る時ではないぞ。行く。
まえ。強いな。行くわね。負けられない。天より狙い撃つ。始めようぜ。狙い撃つ。どこへ飛びましょうか。楽にはさせない。どうする。はっ、行くぞ。それでは行くぞ。フラナガ、参る。我が盾を見よ。追い込まれたか。始めましょう。さて、負けられない。今こそ。止めます。これはどうだ。決まった。出番だな。覚悟。どう攻めるか。勝利のために。おお、これは良い。追い詰められるとは。さてと。効果的ですね。止めます。しくじったか。船は制圧した。ここまでだ、アブローラ。申し訳ありません、コーデリア様。賊に遅れを取り、主を守れぬは一生の不覚です。アブローラ将軍。不意打ちでグリンブルクを制圧した卑怯者が俺たちを賊と罵るか。賊でなければハイサンドの犬だろう。ならば犬の牙にかかって死ぬがいい。やめてください、マクスウェル。お前は下がっていろ、コーデリア。声は何。違いない、ドラーお兄様。そういうことか。グスタドルフに教えてやりたかったな。
前にばかり苦しい思いをさせた。せめて仇は俺の手で討つ。違います、その人は。お前、何を。あの傷ではそう遠くまでは泳げんはずだ。コーデリア様、ジーラ、早く回復を。コーデリア、コーデリア。女王コーデリアを擁して船で脱出を図ったアブローラ。しかしウォルホート家の追撃によって阻止され、アブローラはノゼリア大河へと身を投げた。オートに孤立したエスフロスト守備部隊の一部は最後まで抵抗を諦めず、ハイサンド軍と激しい市街戦を繰り広げたが、やがて鎮圧された。市街地に予想外の被害が出たものの、民の保護には成功。民の被害を最小にするという作戦の目的は果たされた。なんとか山は越えた。あとは目覚めさえすれば回復へ向かうでしょう。感謝する、ライラ殿。あなたが来てくれたおかげだ。グリンブルクは共にエスフロストと戦う仲間。気にされることはありませんよ、ロラン殿。失礼、もうロラン王とお呼びすべきでしょうか。いや、即位の件は改めて報告する。承知しました。では。よかった。だが、なぜなんだ、コーデリア。なぜお前は、仇を守ろうとしたのだ。ウォルホート家の活躍によって、オートのエスフロスト軍は制圧され、グリンブルク王国の奪還はなった。戦いの翌日、グリンブルク王国は女王コーデリアの退位と新王の即位を発表する。新たに王の座に就いたのは、仮面を脱いだロラン・グリンブルク。死亡したと思われていた第二王子の再起にノゼリアは震撼した。同時に王都に大きな被害を与えることなくエスフロストを撤退させたウォルホート家の手腕を人々は褒めたたえた。ロランはグリンブルク制圧がエスフロストの陰謀であると訴え、グスタドルフを強く非難する。しかしそれに対する民衆の反応は様々だった。戦乱とエスフロストの支配を経たグリンブルクは以前のままではなかったのである。激闘を制して王国を取り戻したセレノアたちの前に新たな問題が立ち上がり始めていた。
おめでとうございます、ロラン王。ああ、ようやく戻れた。セレノア。はい。お前が友であることを、改めて誇りに思う。もったいないお言葉です。ロラン王、ハイサンドの方々が参られました。ロラン王、我らはハイサンドへと戻ります。こたびの助力、心から感謝する。何、エルフリックの威力を確かめられた。我らにも様々な利益がありました。ええ、予想以上の威力だったわね。教皇もさぞ喜ばれることでしょう。陛下、断交宣言の撤回とエスフロストへの圧力、くれぐれもお願いいたしますぞ。承知している。ウォルフォート校と協力して進めていくつもりだ。ロラン王、一つ確認しておきましょう。セレノア殿は今やハイサンドの七聖人です。教皇の許可を得ず、あなたの手駒として使われては困ります。待ってくれ、セレノアは王国の領主でもある。何より我が友だ。これまで通り共に進んでいくつもりだ。美しい友情と言いたいところですが、私は祭り事の話をしています。セレノア殿、貴公は自分の立場をどう考えているのだ？もちろん、ハイサンドに受けた恩は忘れません。私は七聖人、そしてウォルフォート家の当主として、教皇とロラン王のために微力を尽くすつもりです。つまり教皇のみに従う気はないと。それはグリンブルクとハイサンドは今や手を取り合う中、セレノア様が両国に尽くしても不都合はないでしょう。そもそもセレノア様の今後の処遇はロラン王と教皇の間で取り決めるべきことです。正論だな。我らが口を出すのは先月であろう。うむ、近々教皇に謁見し話し合わせていただきたい。セレノア、これまで以上に忙しくなるだろうが、よろしく頼む。はい、もちろんです。ではしばしの間、ミロをこの地に滞在させよう。皆様をお助けできる機会も何かとあるだろう。ミロ、両国友好の証としてよろしく頼むぞ。かしこまりました。では我らはこれで。ご苦労であった。我々の内偵を続ける必要がある。ミロを残すのはそういう意味でしょうね。探られて困ることもないだろう。お前が言った通り、我らは手を取り合う間柄だ。表向きはです。ハイサンドは善意で我々を助けたわけではありません。必ずこの貸しを取り立てようとするでしょう。現に先ほどもセレノア様を取り込もうとしました。だがエスフロストを撃つには彼らの協力は不可欠だ。ハイサンドに対抗するにはエスフロストの力が必要。そう言い換えることもできます。エスフロストが消えれば、ハイサンドは用済みのグリンブルクを支配しようと企むはずです。ローゼル族のようにですね。縁故で見たローゼル族の扱いを忘れるわけにはいきません。あれがハイサンドの本性なのだと思います。わかっている。
グリンブルクは父が、そしてコーデリアが必死で守ろうとした国だ。他国の好きにはさせない。俺はこの国を立て直すために戻ってきたのだ。何より先決なのはグリンブルクの再建です。今はまず国内のことに集中しましょう。王都陥落の詳細は分かった。アブローラはどうなった？ノゼリア大河に落ちて行方不明です。タラースとエリカは？それがお二人とも戦死を遂げられました。お悔やみ申し上げます。そうか、手駒が足りなくなってきたな。手駒？身内の死に対してなんと冷酷な。アイサンドが動かぬと読んだのは失策だった。いや、過ちはロランの偽りの死を信じたことか。いずれにせよ、オルホート家にしてやられた。さらに強力な新兵器が使用されたという報告が上がっております。新兵器だと？オートとホワイトホルム城をつなぐ大橋が紫色の爆発とともに崩壊したそうです。あの大橋を落とすほどの威力とは。やはりハイサンドは侮れんな。我々も急がねばならぬ。大金砲の完成を。